賀と中川、インシングルクロス、レオスカーだこのインサイドを長戸が取ってアウトサイドを中川でクロスの精度なんかもドンピシャですしレオセラのこの入るタイミングちょっと後ろ下がってて上がってくるよというあのタイミングで入ってったんでスペース空けといて、はい、まあ、見事なこれヘディングシュートゴールですね。崩し方ももうバッチリ。